今日は昨日の夜から頭と吐き気と関節というか首痛くて、風邪なのか、まあ娘たちがと多分同じ症状なんですけど、もうずっと寝っぱなし。本当はなんだっけ、6000m 入るはずだったんだけど入ってないっすね。小西さんの本読みました。小西さんっていうのはもっと前のこのマッターホルンの方です。小西正嗣さんの今日ちょっと寝ながら読みました。山に行く方の思いっていうのはほとんど同じなんですね。どっちかというと自分を克服するみたいなね、登頂というよりも、そうなんだなと思いました。まあ自分は登山家じゃないですけどね、それでも自分の限界に挑戦しに行くのは同じ感じですね。来月だ、ちょうどもうちょっとで1ヶ月切りました、エベレスト。そんな感じです。今日も一日寝っぱなしかもしんない。あいてててて。